皆さんこんにちは。九州観光推進機構の白澤です。今日は佐賀県から来ていただいているスタッフに佐賀県の魅力についてお伺いしたいなと思っております。こんにちは、九州観光推進機構田中です。佐賀県から参りました。よろしくお願いいたします。そうですね、早速なんですけども、この気になるお人形さんといいますか、こちらはですね、壺侍というキャラクターで、お腹にですよ、土眼したとと書いてありますね。これがもともとはですね、外国の方用なんですけれども、コールセンターを作っておりまして、24時間365日いつでも外国の方の問い合わせに答える、なんと17カ国語に対応するというものをやっております。まあ、佐賀を観光してて急にですよ、外国の方に佐賀城どこですかと聞かれてもですね、こちらに電話してもらえれば、もう英語、中国語だけではなくいろんな言葉に対応しております。まあ、その PR のための、キャラクターの壺侍とツボニャンですね。ツボニャン2つ今日はお供として連れてまいりました。頼もしいですね。じゃあ早速ちょっと佐賀県の魅力を教えてください。はい、地図を持ってまいりましたので、ちょっとツボニャンの お手伝いしてもらいながら、なんかいいですね、これなんか天気予報をやってるみたいな気分になってきて、なんか出世した気がしますけれども、佐賀県の特徴としてまずお伝えしたいのは、両側が海である。これ意外とですねないんですよ。上がですよ、玄海灘といって非常に波の強い激しい海、ところがこの有明海は内海といいますか、干潟が多いですね、穏やかな海ですから、もう生き物も全然違ってですね、こちらはもうイカですとか、もうサバですとか、いろんな黒潮だったかな、乗ってる魚がいっぱいおるんですが、こちらムツゴロウですとか、あとシタビラメですね、はい、我々靴底と呼んでおりますが、それぞれですね全然違う海産の食が楽しめるという特徴がございます。海の幸が多いんですね。はい、海の幸も多いですし、農業が盛んで畜産業も盛んですから、全国的にも有名な佐賀牛というものを育てておりますし、米の生産地としてもですね、非常にトップレベルです。ですからこの非常に農業が盛んで、両側が海で、この形を見るとですね、何かと似てませんか？フランスとそっくりなんです。ああ、なるほど。フランスでは六角形になってましてですね、こっち側がスペインで、こっち側がスイスとかイタリアで、こっちがエーゲ海で、こっちがドーバー海峡でしたっけ、もう全然こっちも海が荒くって穏やかで、中ではたくさん農産物を作って、非常にグルメであると。であとサッカーも盛んですよね、サガンボールがありますから、まあ、まあ勝手に私は日本のオフランスと呼んでおりますが、まあ、ワインに比べてこちらも地酒もありますんでね、地形だけじゃなくて、なんかそういう特徴も全部フランスに、歴史の背景もいっぱいありますし、まあ、それをおいおい紹介していきたいと思います。楽しみですね。はい、エリアごとにこう魅力とか聞ければなと思うんですけど、こちらがですね、東部になりまして、東部ではですね、皆さんも行かれたことあるかもしれません、吉野ヶ里歴史公園という、まあ、弥生時代の遺跡を発掘した場所をですね、公園にしております。でさらにですね、紅葉が有名なところで九年庵という場所がございまして、こちらは九州だけじゃなくて本州からもですね、もう時には東京からですね、飛行機で団体でお見えになって、紅葉をご覧になる有名なところがあります。またそういった古くからあるものにと合わせてですね、新しいものもありまして、トスのプレミアムアウトレットですね、トスというところがですね、2つの高速が交差しているところでもありますので、たくさんの方がですね、遠くからでも買い物に来られる。そしてサガントスのホームグラウンドの駅前、不動産スタジアムもこの東部の方に集積しております。はい、そういったことで、まあ、ものすごく古いものと新しいものが一緒に共存しているというところに行くと、次はこの南部ですね。南部の方はですね、歴史的に言うと明治維新の時に、まあ、いわゆる薩長土肥連合というのがあって、土肥の肥が肥前ですね、肥前の本拠地佐賀藩のお城があるこの佐賀城本丸歴史館をはじめとした、まあ、明治維新に関わるいろんな、観光資源がこちらの方に集まっております。明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業のうちの一つとして選ばれております三越海軍所跡、こちらの方がですね、この大川市、福岡県との県境にあります。で、これ非常に外から見えない
あの土に埋もれたあの世界遺産だったんですけれども、うんうん、最近このすぐ近くにある佐野常民記念館をリニューアルしまして、うん、その埋もれた中の様子をですね詳しく、説明してくれるように新しく生まれ変わりました、世界遺産もですね身近に、感じてもらえるようにいろいろと新しい取り組みをしております、東南ときて西ですね。西はあの温泉で有名な武雄温泉や嬉野温泉、非常に良質の泉質を誇るですね温泉がございます。そしてあの、まあ、紅葉もですねあの御船山楽園など、そういったところがあります。そしてあとあの焼き物ですね、こちらの方有田焼きですとか吉田焼地の日嬉野の方にあります。で武雄焼き、あと伊万里焼きなどもこの西部の方に位置しております。でさらにあの北の方に行きますと、これ実はあのセフリーの山を越えるとですね、また全然違う文化が育まれております、うん、こちらの方にはまず唐津城や虹の松原、旧高取邸のようなですね有名なですね観光コンテンツもありますが、ちょっと最近あの注目されているのがこのさらに北の方にですね、名古屋城跡っていうのがあります。でこちらはですね、安土桃山時代に豊臣秀吉が、文禄慶長の役を行った時にですねここにあの城を築きまして、またその近くにあのたくさんの戦国武将、それこそあの大河ドラマの主役を張るようなですね徳川家康とか伊達政宗とか真田幸村とか、もうそういった人たちが多くの陣を引いてですね約20万人の都市ができたと。今の唐津市全体でですよ12万か13万人ぐらいですので、まあ、そのぐらいの大きな都市、城下町がここに形成されていた。その城跡がこの一番最北端のところにございます、来年の3月を目標にあの豊臣秀吉の黄金の茶室を再現しようという取り組みをしております。この茶室あったんですか、名古屋城に。あのもともと大阪城にあるんですけど、はい、豊臣秀吉はここにいて、まあ、自分はその戦地に行かないからずっといるんで、うんうん、ちょっとたまには盛り上げようぜって言って、なんか茶室を運んであの茶会を開いたそうなんですね。なので当時を再現するというイメージで今あの黄金の茶室の再現に取り組んでおります。今のところ予定では来年の春出来上がるということなので、まあ、これをきっかけにですね、うん、ぜひあのこの名古屋城方面まで足を伸ばしていただければと思います。まあ、このようにですねあのこちらはもう安土桃山で、こっちは明治維新で、こっちは弥生時代と、まあ、こちらはちょっとまあいろんなものが混ざってるんですけども、それぞれにですねあの歴史的背景の違うさまざまな、観光地がございます。すごいなんか歴史がの表舞台に続々登場してきますね、佐賀県が。そうですね、長崎の出島というかやっぱり文化の交流地、まあ、原稿なんかも多分こっちから来ましたし、国際的なですねあの事件と多く関わっているというのがあのこうやって地図で見るとよくわかります。そうです。なんかグルメとかでおすすめの長崎街道という道がございます。でこの長崎街道沿いにやっぱりスイーツというのが発展してきまして、特にこの中央あたりを中心にですねあのいわゆる羊羹ですとか佐賀の丸ボーロというのが、あと一香香というお菓子もありまして、うん、そういったあの砂糖を使ったあの昔から の人気のあるお菓子というものが点在しております。さらにですよ、長崎県にはカステラがもちろんありますし、はい、これさらにあの北九州まで行きますと、うん、金平糖というのがありますよね。でこういった砂糖文化というのを広めたいということから、長崎街道シュガーロードという、そういった委員会がありまして、昨年ですねあのその取り組みが日本遺産に選ばれて、あの日本を、代表する観光コンテンツとして今一生懸命、PR 中です。じゃあの地酒、はい、が大変有名です。これですねあの2011年に、はい、あのロンドンの方でインターナショナルワインチャレンジというイベントがあって、そこでチャンピオンに選ばれたのが鍋島というお酒です。これがですね肥前浜宿の方で生産しておりまして、まあ、これで一気にですねあの佐賀のお酒が注目されまして、今あの国内でも人気ですし、海外での輸出でもですね香港やアメリカをはじめですね世界各国の方に今流通して
おります。で当然ですね、非常にこの佐賀の食べ物とも非常に相性が良くてですね、ぜひこれは現地で飲んでほしいし、生産量が少ないからですね、なかなか東京大阪で探すとちょっと苦労するんですよ、ね、なので買って帰るお土産にもですね、地酒の方を活用していただきたいと思います。この多良町、一番この長崎県との県境の方であるので滝小屋っていうのがあってですね、でこれがちょうど今牡蠣の美味しいシーズンを迎えております。こちらの方の牡蠣はですね、身がもう濃厚というか美味しいので、ぜひこちらの方にですね足を伸ばして牡蠣を召し上がっていただきたい。でさらにこのタラの方はですね、もう一つカニが有名でして、カニもですね合わせて、茹でたりあるいは刺身で食べるととても美味しいので、ドライブがてらですね、このタラ町の方まで足を伸ばしていただきたいと思います。最新のですね、その観光スポットっていうのを少し説明させていただければというので、アウトドアというところにやっぱり今注目が集まってて、もう各地もグランピングとかいろんなものがありますけれども、まずこの東部では吉野ヶ里町の方でですね、アドベンチャーバレー佐賀というものが、昨年オープンしまして、フォレストアドベンチャー、森の中を探検するようなやつとか、トレイルアドベンチャー、山の中のですね自転車でかけるものや、ジップトリップツアーっていって、なんかぶら下がってヒューっていくようなやつ、アウトドアで楽しむですねテーマパークのようなものが新たにできております。それから次はこの南部では東ヨカ干潟っていうところがあって、これは2015年なんですが、ラムサール条約、こちらの方に登録された、非常にその自然と生態が息づいてる、でしかも町っていうか人間と共存しているゾーンなんですけども、ここの生態系とかあるいは渡り鳥とかこういったものを、説明する新しい施設がですねできました。ビジターセンターですね、結構東京のですよ大学生とかにアンケートを取っても、本当ねパッと見何もないんですけども、非常に人気でなんか癒されるらしいんですね。であと秋にですよ、七面草っていう草がですね真っ赤になりまして、それがまたとても綺麗です。そういったものもぜひここに行ってですね見ていただければと思います。西部の方に移りますと、先ほどは嬉野温泉とか説明しましたが、嬉野はもう一つお茶が有名でして、嬉野茶で今のティーツーリズムというものに、取り組んでおります。茶畑でですねアウトドアでお茶を立てるといった、そういった体験ができるプログラムなど、お茶との新しいお付き合いができるとても素敵なイベントになっておりますので、こちらもぜひですねサイトで検索するなどして、ご覧いただければと思います。で、北部、名古屋城の実はこちらの整備が進んでおりまして、陣跡がいろいろ巡れるようになっているんですよ。どこの陣跡に行けるかっていうのはですね、起点として名古屋城博物館というものがありますので、その名古屋城博物館の方でいろいろ情報を取ってですね、ぐるーっと回っていただきたりしたら、で、当時の絵が残ってるんですけど、絵に載ってる道もですね実際に歩けるんですよ。で、このバテレンが歩いてる道が今このピザ屋のあるとこだとか、はっきり分かりますので、ぜひ散策していただきたいのと、ちょっと足を伸ばせばですね呼子港につながりますので、呼子でイカを食べたりですね、あと観光客船で海の様子を見たりとかいろいろ楽しめます。ぜひそういったこともこちらの方で体験していただければと思います。いろいろ佐賀県の魅力をありがとうございました。いえいえ至りませんでした。ありがとうございます。すごく詳しくなった気分で、ぜひ佐賀に行きたいなという。興味湧きましたか？いや、もう湧きまくるですよ。ありがとうございます。名古屋城ですね、特に、はい、行ってみたいですね。黄金の茶室、茶室ですね、はい、気になりますね。今から2022年、来年ですね、来年の秋、九州新幹線西九州ルートというものが武雄からですね長崎市まで新幹線がついに始動します。でデスティネーションキャンペーンといいまして、来年の秋、佐賀と長崎の、観光 PR を行います。またその時に合わせてですね、いろいろみんな今その先の黄金の茶室もそうですけども、リニューアルとか、新しいコンテンツなど取り組んでおります。もう今日の説明しきれないような新しい魅力がですね、佐賀と長崎の方にありますので、デスティネーションキャンペーンの2022年の秋も、この佐賀の方にお越しください。皆様のいらっしゃることをお待ちしております。楽
すが田中部長が喋り上手だから僕言うことほとんどなくてですね。もしかしたら言い足りないこともあったかもしれないんですけど、まあ、あとは佐賀県のですね情報ホームページとか SNS でも発信しておりますので、まあ、そちらもですねご覧になってぜひ佐賀に来ていただければなと思ってます。以上九州観光推進機構でした。皆さんまた見てください。どがんしたとやらしか。